対多球のタイトルマッチでお楽しみいただきます。防衛9回うちナックアウト勝ち4回というチャンピオンセラノに対しまして、目下3試合連続 KO 勝ちのバトルホーク風間選手が挑戦いたします。新チャンピオン誕生の夢を乗せまして、ナックアウト戦必至かと思われます。どうぞご期待ください。お待たせいたしました。いよいよ選手の入場でございます。青コーナーより挑戦者バトルホーク風間選手、青のコーナーからナックアウトパンチを決めた戦う鷹チャレンジャーバトルフォーク風間選手の入場でございます。地元奈良池田ジムのバトルフォーク風間選手の入場でございます。日本ライト級のチャンピオン、今年30歳、ボクシング歴15年にして初めて掴んだ世界タイトル挑戦権、今夜のリングに選手生命のすべてをかけてただいま登場です。ナックアウトパンチを秘めた戦う鷹チャレンジャーバトルホーク風間の入場。9500の大歓声を浴びております。サムエル・セラノ選手入場でございます。一方赤のコーナー、軽快なサルサのリズム、生きるということを僕は知っているというセラノ傘下に乗りまして、第18代 WBA ジュニアライト級チャンピオンサムエル・セラノ選手の入場でございます。やってまいりました。テールトリコが生んだ7人目の世界チャンピオン、今夜が10度目の防衛戦になります。強いチャンピオンです。真っ赤なガウン、シンクのガウンをつけましたのがチャンピオンサムエル・セラノでございます。挑戦者の風間はグリーンのガウンをつけております。胸に日の丸が光っています。この放送のスポンサー、サントリー、日清食品、いすゞ自動車、日本ポラロイド、大塚製薬、デサント、小林製薬、テロソン、全日空、大塚化学、畑岡物産から両選手に今花束が贈られたところでございます。たくさんの花束でございます。グリーンのガウンが鮮やかです。挑戦者の風間、地元のリン、少年野球のちびっこからもまた渡されております。そして今日はリングサイドに風間選手の奥さん純子さんがお見えでございます。今花束が渡されております。どんなお気持ちでこの決戦を見ることでしょうか。これがチャレンジャー風間選手の奥様純子人です。緑のガウン、専修大学という母校の名前が刻まれております。なお今日の放送席でございますが、私のお隣は皆様もよくご存知、今日のこのタイトル戦と同じように、WBA 世界ジュニアライト級第13代チャンピオンの小林芳さんでございます。同じクラスですから。そうですね、ね、はい、また一段と熱が入るでしょ、はい、そうですね、はい、そして、そのお隣は共同通信運動部の石井博さんでございます。一つ石井さんよろしくお願いします。今リング上では元チャンピオン、日本が生んだ元チャンピオンの紹介が行われております。この会場に見えられております方々が紹介を受けております。リング上では今両選手がグラブをつけております。今日の解説が小林さん、ゲストが石井さんで、その他リングサイドレポーターとしてチャンピオンサイドは日本テレビの芦澤アナウンサー、チャレンジャーサイドは読売テレビの竹山アナウンサー、実況担当は私、読売テレビの佐藤でこれからお送りしてまいります。試合に先立ちまして、ここで両国の国歌が演奏されます。はじめにテウトリコ国歌です。最初にチャンピオン、プエルト国歌の国歌が出ます。タワッチー
両国の国歌が演奏されました。続いてリング上では保坂誠日本コミッショナーからコミッショナー宣言が行われるところです。さて赤のコーナーがチャンピオンのサムエル・セラノ、今年27歳、戦績は42戦39勝、うち13KO2敗3引き分け。このチャンピオンですが、小林さん、はい、2年前に丸木とやってますね、名古屋で。そうですね、その時のこの表情なんかと比べて今日はどうでしょうね。変わらないですね、やはり1年間のブランクがあるっていうのはね、はい、そういったあれはないですね、静観ですね。そうですか。あの名古屋に来た時にはヒゲがなかったんですが、石井さん、はい、今日のこのチャンピオン、そうですね、1年間約1年のブランクがあるんですよね。その間に生やしたというんですけれども、はい、たくましくなりましたね、感じとして。はい、一方青のコーナーは緑のガンをまといました挑戦者のバトルホーク風間でございます。奈良池田ジムで30歳、戦績が25戦16勝、5敗4引き分け6つの KO 勝ちがあります。サムエル・セラノ選手が紹介されました。今日勝ちますと10度目の防衛になりまして、このクラスタイ記録というすごい記録を達成します。今日のリングに全てをかけましたバトルホーク風間、タイトルは日本に置いて帰ってもらうということを言っております。レフリーがスタンレー・クリストドールさん、南アフリカ、そしてジャッジがアレン・ダニエルさん、プエルトリコ、日本の柏木亮二さん、この3氏による審判でございます。さて小林さん、はい、いよいよ始まりますね。まず今日はグラブがですね、はい、アメリカ製ではなくてメキシコ製を使うようになりましたね。後ほどまたゆっくりねご紹介してまいりますがね、はい、さていよいよ世界選手権15回戦が始まります。第1ラウンド開始です。歓声と拍手が沸き起こりました奈良市中央体育館です。赤いトランクスがチャンピオンのセラノ、まず左を出しました。緑色のトランクスをつけましたのが挑戦者のバトルフォーク風間です。風間のトランクスは奥さん手作り、若草山の芝生を思わすような非常に深みのある緑色のトランクスをつけました風間。小林さん、はい、第一ラウンドはどうでしょう。そうですね、まあ、お互いの手の内を、はい、まあ、読み取るわけなんですけども、ね、あの風間君今のところですね、冷静によく見てますね。あのボディーブローがいいですね。あいったボディーブローからですね、あの右の得意のストレートですか。両者ともとにかく相手のボクシングはビデオテープなどを見まして十二分に研究をしております。挑戦者の風間の方はだいたい1日4時間ぐらい、午前午後に分けまして2時間ずつぐらい、そういうものを十二分に見ました。しかしまだ見足りなかったと今日も言っております。お互いに相手は石井さん十二分に研究し尽くしてますね、はい、そうですね、よく研究してますからね。なお今日の試合は3ラウンドナックアウト制、1つのラウンドに3つのダウンがありますと自動的にナックアウトになります。それから使っておりますグラブですが、はい、契約の時には小林さん、アメリカ、メキシコ製だったですかね、あのチャンピオン側がアメリカ製を使うという契約だったんですね。そうだったんですね、ええ、であの今朝ほどの、 あの計量の時ですね、はい、ちょっと揉めたんですけれどもね、はい、まあ、最終的に、ね、日本のグローブに落ち着いたわけなんですよね。日本のグローブ、はい、はい、8オンスのグラブをつけております。日本製です。接近戦から見、強烈な右をボディに送りました。セラノ
小林さん、はい、過去のセラノを見てまして一番気をつけなければならないブローは何でしょう。そうですね、あの左ですね、左のストレートから振ってですね、はあ、それがですね2段も3段もその打ってくんですよね。あの上下の打ち分けですね、はい、非常にうまいですからね。それとあの突き下ろすような右のストレートですね、これ怖いですね。チャンスか、風間、風間オン、風間オン、ミノボディは必要なホールディングになっております。ホールディングです、強烈なホールディング。ちょっと小林さんきついんじゃないですか、このクリンチワークをね、いかに振り施すかですね。あ、第1ラウンド2分40秒を過ぎております。注目の世界ジュニアライト級タイトルマッチ第1ラウンド、風間の左、右当たった、ここは左右と当たります。ロープを制するチャンピオン風間中央で左を出したところで第1ラウンド、小林さん10対9、第1ラウンド風間が取っております。今の風間の右ですがね、はい、小林さん、もうちょっと外れてますね。そうですか、もうちょっと程度。しかしもうあくまでもその構成を取ってるという意味でですね、僕は10点にしたんですけどね。そうですか。さてこれから第2ラウンドが始まります。エディ・タウンゼントさんにポンと背中を叩かれまして風間元気にリング中央左へ回りかけまして得意のフットワークを使い始めておりますセラノ。小林さんね、はい、そういえばセラノ第1ラウンドそれほど持ち前の素晴らしい足というのがなんかもう一つって感じがあった。そうですね、非常に追い方がうまいんですね。今度はセラノが追い上げてきます。開始当初から左に左右のフック早いですね。早いですよ。第2ラウンドに入っております。第1ラウンドは風間ワンポイントリード。世界ジュニアライト級のタイトルマッチ9回防衛の強いチャンピオンプエルトリコのセラノに対しまして挑戦者日本のバトルフォーク風間。今日のこの世界選手権、おっと今のセラノの右どうです。ちょっと当たってなかったですけど、ね、ちょっと前向きですね、はい、スピードがありますからね。今日の世界選手権日本では実に154回目の試合となります。右のアッパー風間の顎を捉えかけましたがエルボでブロックしております。これも一つあのセラノの武器ですね。右アッパーだったですか。しかしセラノも第1ラウンド風間強しと見てちょっと攻勢に出てきましたかな。そうですね、はあ、両者とも強いパンチハードパンチがありますので一瞬も目が離されません、うん、ニュートラルコーナー背中にしてセラノが一つブローを振ってピンチを切り抜けていきました。第2ラウンド1分40秒を経過。しかしなかなか風間もちょっともう一つ意識して入らないんでしょうか。入れないんでしょうか。ちょっとまあ入れないですね。入れないんですか、はい、簡単がありますからね、ええ右のストレートちょっと足りないセラノ。9500のたくさんのファンが声援する風間、地元奈良池田ジムの所属です。足を使うセラノ、しかし風間は言っていました、逃げるときにうまくチャンスをつかみたい、いろんな作戦を考えております風間です。どうですか今の風間。いやブロックされてますね。ブロックされてますか、はい、ちょっと今の左空振り、空振りをしたところをすぐつけ込もうというチャンピオン。しかし風間の方も事なきを得ております。第2ラウンド右から入りかけましたがこれはダメ。風間ここで第2ラウンド終了です。このラウンド小林さんの採点10対10でございます。両コーナーの選手ですが、両者ともご覧のように身長はほとんど変わりがありません。体重も今日は両者ともリミット内、ただリーチがなんとこれ9センチ変わってくる。そうですね、昨夜の磯上選手も10センチほどね、リーチの違いありましたがね、まあ、しかし両手広げたところですからね、はあはあ、測ってますから、そう大差はないですよ。そうですか。そうしますといろいろな面
条件的にはとにかく肉体条件その方がまず互角ということは言えますね。ワンツーを見せましたチャンピオン、赤いトランクスをつけ赤いシューズを履いておりますのがチャンピオンです。靴にもサインが入っておりましてサミー・セラナという自分の名前を靴に縫い込んでおります。白いシューズをつけました風間の方にも風間という名字の名前が入っています。放送席佐藤さん、はい、チャンピオンコーナーですがね、カリオントレーナーは非常に今日のチャンピオンはいい出来に仕上がったと。でこれまで見ているところでは実に計算通りの動きができているということですね。でもしチャンスがあればそのまま一発狙っていけというようなアドバイスを送っているようです。そうですか。で風間についてはねまだ2ラウンド戦っただけなんでちょっとよくわからないと、これから様子を見ていきたいというところですね。足澤アナウンサーから伝えてもらいましたが小林さん、はい、今のレポートを聞いて計算通りというチャンピオンサイドどうなんでしょう。はい、そうですね、はい、今のところあの軽くフットワーク使っていてですね出てくるところをカウンターするような、そして出てこなければ自分の方で攻めるというようなタイプなんですけれどもね、はい、まあこれセラノのタイプですね。うん、お相変わらずしなやかなフットワークを使ってピンチを脱出するチャンピオンのサラノ、そうはさせじと追い込もうという風間、風間の方も状態は早くも赤くなってきております。39勝のうち 13KO がありますセラノ、一方16勝のうち6つの KO があります風間。風間の左ボディどうでしょう。やっぱりブロックされてますね。ブロックされてますか、はい、長いボディで、あの腕でですね、石井さん、はい、あの名古屋のマルキ戦の時の、はい、このセラの今日のセラの比べてどうでしょう。そうですね、ちょっとやはりたくましく打ち合いに出る感じですね。非常に左が速いですよね。左が速い、そうですね、先月の24日に日本にやってまいりました。大阪のホテルに入りました。25日から早くもジムワーク、ロードワークを始めました。追い込もうという風間ですが完全に右がホールドされています。それから風間の方は奈良、大阪、東京、千葉と4つの箇所で12分のトレーニングを積んできております。両者ともトレーニングは十分ベストコンディションということを言っております。ここで第3ラウンドゴングが鳴りました。10対10でございます。青コーナー挑戦者のバトルフォーク風間選手です。とにかくアマチュア時代に123戦して104という KO 勝ちがあります。負けたのが9つだけ、これがアマチュア時代。そしてプロになりましてから先ほどご紹介している通りですが現在3連続 KO です。今日はボクシングの関係者あるいはジャーナリストに話を聞きましても、今日の試合は風間にも五分に近い勝つ可能性があるんじゃないかという見方もあるんですが、小林さんどうですか。そうですね、はい、それはもうあの今までの試合と違ってですね、非常に風間君あの基本のできたですね、はあ、アマチュアでも137戦やっているというようなその非常に基本ができていますしね、そこもして最近の3試合ばかり中数で勝っています。こういったそのあの中数で勝った気持ちをですねそのままリングの上にあの乗せて戦ってほしいと、はい、それとまたあの一方チャンピオンですね、ちょっと正直言ったら打たれ弱いところがありますからね、そういった意味であのいいパンチが入れば倒れるんじゃないかっていうようなね可能性があるんですけど。なるほどね。チャンピオンのサラノは8人兄弟の7番目、8人兄弟のうち2組双子がいるそうで、上の双子が女の兄弟お姉さん2人、そして下の双子がこのサラノ、うん、おっと、うん、いいパンチを2つ浴びました。おっ風間このピンチをどう切り抜くか。リング中央に戻ります。しかし今のはあっとその左右です。どうでしょう。いやこれ入ってますね。レフリーが風間にちょっと注意しましたのでお客さんが承知しません。いやこれホールドされるのでね、はい、風間君がちょっと頭振ったんですよね、はい、それは逆にセラノのホールドを注意してほしいですね。そうですね。
放送席の佐藤さん、はい、挑戦者コーナーです。エディ・タウンゼントセコンド、エディさんはですね、右ストレートを気をつけろ、風間ナイスだ、計算通りだと、とにかく一発を狙わないで小刻みに行けということを指示しています。竹山アナウンサーから伝えてもらいましたが、ここで風間も一つ返しましたが、小林さん、その前に二つ三つとちょっともらいましたね、そろそろ場内もエキサイトの度を増してきました。リング上もそうです。風間も追い上げる。さてこの辺りで風間もそろそろ調子を出してきますか。大阪から奈良に向かう車の中で、私も風間選手の車に同乗させてもらいまして、寝ている風間選手に 2,3 話を聞きました。セラナもこのくらいのクラスの人になりますと、どうしても序盤は持っているボクシングはやらないはずだから見ていくんだということを言っておりましたが、そろそろ風間もエンジンがかかってきた感じがあります。構成セラナは空振り、風間、風間顔面、ここでゴングです。ゴングも聞こえないほどのエキサイティングで、このラウンド10対10でございます。風間選手の奥さんが映ってますが、石井さん、ここまでどんなスコアですか。僕は44時で差がないんですからね。差がありませんか、はい、小林さんがワンポイントの差ですね。さて果たしてこれからどうなりますか。試合は第5ラウンドに進んでまいりました。風間サイドのエディ・タウンゼントさん、ティーフセコンドは昨日もそして今日もとにかく5ラウンドまでが一つの鍵である。ここまで風間が 2,3 ポイントリードしていたら本来の風間ペースでいける。ちょっとあの左でしたですね、はい、そのね、あれはまた風間が受けちゃいけないですよ。そうですか、はい、早い左を送りました。ジャブですがダメ。チャンピオンセラノ前へ前へと出ます。カウンター気味に今左のストレートを受けました。セラノのストレート左が当たっています。やはりパンチも正確なものがありますね、チャンピオン、はい、それとあのスピードがありますからね、はい、急所の間が入るとですね、これ簡単になりますから怖いですよ、はいはい、第5ラウンド、まず採点はほぼ互角です。緑のトランクスが日本の挑戦者、バトルフォーク風間、ボディにストレートが今度はスイッチしたから、右側だった、左から右、スイッチした格好で打った変則ボクシングの右でしたがね、はい、風間の右、やはりあの長い顎はブローを嫌うか、強烈なホールドをしております。相打ち、相打ち、セラノの左が当たっています。風間は相打ちをしたい、相打ちになれば僕のパンチの方が強いということで、できれば相打ちでいいんですということを言っていた試合前の風間です。下がりながらのストレート、ボディを送りましたセラノ。今度は逆に風間、下から上、右のフックはちょっと力みすぎましたか。そうそう、決まったですね。第5ラウンドです。緑のトランクスが挑戦者の風間です。やることは全てやった、とにかく今日のリングに全てをかけるという風間、大歓声を受けて健闘しております。相手は内政9回防衛というチャンピオン、まだまだあと 3,4 回はして貯金をしたいということを言っているチャンピオン。左が顔面を捉えました。アッパーはブロック、接近戦、頭を抱えながらニートを使います。力の入った第5ラウンド終了です。このラウンド小林さん10対10のイーブンでございます。5ラウンド1分過ぎあたりの風間の右ですがね、はい、この
これですね。そうですね、ちょっと相打ちみたいな感じだったんですけどね。ちょっと開いてて過ごしかったですね。競泳川井ジムの川井セコンドから何事かアドバイスを受けてうなずいていた風間です。第6ラウンドが開始されました。左側赤いトランクスがプエルトリコの7人目のチャンピオン、セラノ、サムエル・セラノ。今背中を向けておりますのが挑戦者、日本のバトルホーク風間。あっという左ストレートですね。そうですね、ジャブからストレート、はい、攻撃を見せますチャンピオン。この辺りは風間も計算づくですが、ね、やっぱり受けてしまいますね。ジャブでも何発どういう風に来るか、それを十二分にテレビをビデオを見ながら研究したということを言っておりますが、とにかく百聞は一見にしかずで、リングに上がってみなければ分かりませんからねということも言っておりました風間です。左どうですか。入ってますよ。頭を捉えました、はい、頭ですからね、はい、チャンピオンの左風間の頭を捉えております。今度ワントゥー、ストレート、このストレート怖いですよ。そうですね、強烈な右、そして左、このあたり風間手を出しません。前は出ていきますが打ってはおりません。トータルして6つほどチャンピオンが的確なブローをヒットしております。第6ラウンド、放送席佐藤さん、はい、チャンピオンコーナーですが、ね、はい、カリオントレーナーはこの前のラウンドが非常にチャンピオンの左が少なくなったんで、はい、このラウンド始まる前にそのあたりを注意したようですね。そうです。それからね、ちょっと風間に疲れが見えてきていると、ああ、こういうふうにチャンピオンコーナーは読んでますね。そうですか。で、隙があれば右のアッパーを突き上げろと、これを指示しています。風間の疲れということが出ましたが、小林さんどうご覧になりますか。さほど感じませんけれどもね、はい、内側からですね、小さいパンチを多少は打たれてるんですよね、はい、両者ともなんかスイッチしてサウスポースタイルになりましたね。そうですね、はい、風間がサウスポースタイルで構えております。おっと右ストレート、下がりながら気を伺います。チャンピオンセラノ前に出ますが、ちょっとブローが足りません。風間サースポースタイルです。この辺りは石井さんどうして、あっと右、今のはどちらに効果ありますか。やはりあのセラノですね、チャンピオンの右ですか、はいですね、はい、赤コーナーに追い詰めてはいますが、世界ジュニアライト級のタイトルマッチ第6ラウンド、また左右浴びました風間。ここで第6ラウンド終了。これは10対9、小林さんはセラノにフルマークをつけております。両選手は2人の子供がいます。特にセラノ選手の下のお子さん、鈴木という名前のお嬢さんは明日が誕生日でぜひとも勝ちたいということを言っているチャンピオン。その鈴木というのはガッツ石松選手、プエトルコで戦った時に友達になりました。その石松選手の名字の鈴木というのを取ってお嬢さんに名前をつけた、それを お嬢さんが明日が誕生日と、こういうことだそうです。一方チャンピオンの風間選手もとにかくここで勝って家族に楽をさせたい、そういうことで何としても勝ちたいということを言っております。両方とも小林さん、はい、家庭があってお子さん2人、ね、社会感覚をピシッと備えた、はい、あのボクサーですから、そうですね、言葉にも重みがありますね、はい、これはもう本当に、ね、これだけの苦労してるんですからね、はい、いや両方とも勝ちたいでしょうしね、はい、風間の左ストレート、サースポースタイルからの左が入っています。このあたり石井さんどうご覧になりますか。はい、やはり風間君ですね、左が届かないからですね、はい、まあ、右に左にスイッチしたりいろいろ工夫してるんですけど、はあ、逃げ足早いですからなかなか正確に当たらないですね。そうですね、まあ、いろいろ百戦錬磨といいますか、練りに練ったといいますか、はい、その風間選手の作戦の一つには、秘密の作戦の一つには小林さん、このサウスポースタイルというのはあったんでしょうかね。これは気がつかなかったですね、はい、ただ自分のやはりねスタイルじゃないですからね、入って危ないと思いますよ。放送席佐藤さん、はい、
チャンピオンコーナーはね、このサウスポースタイル、むしろ歓迎の口なんですよね。セラの選手は非常にこのサウスポーとの対戦苦にしないタイプですからね、これは全然問題にならないというふうに見てますね。そうですか。しぶきでいけよ。どうぞどうぞ。放送席の佐藤さん、はい、挑戦者コーナーですがね、エディトレーナーは止まらずに行け、まあ、このままのペースは不利だから、このラウンドの始まる前に本人疲れてないかどうか確認しまして、はい、本人が行けると言いましたので、それじゃもうがむしゃらに行けというゴーを出しました。風間もいいフックを放ちましたが、しかしまた離れ際に狙いすましたような速いブローを放ちますチャンピオンのサラノ。まあ、小林さん、この離れ際というのは本当に気をつけなきゃいけませんね。ふっと息を抜いてしまいますからね、そこへちょっとパンチを打ってもらうとね、危ないですね、これは。日本で154試合目の今日の世界タイトルマッチ、そのうちこのジュニアライトの試合は小林さんの試合を含めますと、とにかく30試合目の試合になりますね。そんなジュニアライトってやはりチャンピオン小林さんを含めてね、3人出ました関係もあって多いですね、はい、そうですね。風間選手が勝ちますと4人目の、日本人としては4人目のジュニアライト級のチャンピオンということになるんですが、ぜひその夢も実現してほしいんですが、このあたりちょっと手数が足りないようです。しかしまだ中盤の7ラウンド、ここで7回を終了しました。小林さんの採点は 10対10でございます。放送席佐藤さん、はい、今ご紹介がありましたガッツ石松選手がね、赤コーナーの下で観戦中なんですよ。ガッツさん、なかなか力が入る試合ですね。いい試合ですね。もう目が離せないですね。やっぱり大変親しいということで今日はチャンピオンの応援。そうなんです、名古屋で今舞台やってるんですけどね、今日の試合のためにわざわざ来たんです、名古屋から。はい、はい、今日のチャンピオンどうですか。まあだいぶ熱入ってますよ。1ラウンドからもう倒すって僕に言ってましたからね。1ラウンドからボンボン言ってますしね。僕の採点ではまあ3ポイント勝ってるんですね。チャンピオンが勝って、セラノが、だからもうとにかく熱入ってますよ今日は。力入ってますよ、どうですか、チャンピオン倒せそうですか。まだ分かりませんけどね、とにかく気を抜いちゃダメですね。はい、以上でお伝えいたしました。はい、林沢アナウンサーからガッツ石松選手にインタビューしてもらいました。1ラウンドから倒すというような勢いらしいですね。そのやっぱり、見えますよね。防衛戦9回のうちチャンピオンサラノは4つ KO がありますが、最初が11、10、9、8とナックアウトするラウンドが早くなってきております。サウスポースタイルでチャンピオンに挑戦する風間、こちらの方もセカンドの指示がありましたが、今度は足も手もよく出しております。第8ラウンドです。9500、よく入りました。満員の奈良市中央体育館、 WBA 世界ジュニアライト級のタイトルマッチです。強烈な身、ボディを捉えました。すぐホールド。やはり小林さん、苦しくなるとこうスッと腕が入ってきますね、チャンピオンの。あれ、うまいですね。うまいですね。左の目の上を切りましたか、目尻ですね。チャンピオン目尻です。左の目尻を切りました。しかし右ストレート一つ、顔面を捉えております。セラの右です。こういう出血なんかしますとね、はい、急ぎ出すもんですか、どうですか。そうですね、やはり焦りますね、切った方はですね。構成をかけようというところですが、すぐ左の手で右を持たれてしまいます。ホールドされてしまいます。連打ができません。チャンピオンの左目尻が切れてきました。ラウンドは8回、15ラウンドまだまだあります。ショートストレートですね。ちょっと今危なかったですよ。
コールです。館内いっぱいに風間コール。今日は千葉からもバスをしたてて応援団が到着しています。また地元奈良で3度目の世界タイトルマッチですが、奈良市では初めて。これまでは橿原市で2度ありますが、この奈良市では初めて。お客さんもよく入っております。今の計算したらちょっと惜しかったですね、狙いすまして放った左なんですが届きません。クリンチの状態です。ここで第8ラウンド終了。このラウンドセラノ10対9、セラノが取っております。試合はこれから9ラウンドに入りますが、小林さん、ここまで見てて、はい、チャンピオンが1年間公式戦がなかった、はい、そのブランクはどうかというものが一つのポイントだったと思うんですが、そうですね、もうそういった僕らもね、一つのそのあれがあったんですけど、希望があったんですけれどもね、いや絶対そういったあれないですね。ブランクも何もないですね、もうね。そうですか。飛び込み様左右と打たれましたね。このね、インサイドからですね、入ってくるパンチは非常にうまいですね、はい、強烈です。あのショートパンチですけどもね、はい、目立ちませんけども、これは強烈ですよ。そうですね、下からボディへ攻撃することが多くなりましたが、チャンピオン。それから今日はグラブの他にですね、はい、ノーファールカップ、いわゆるトランクスの下につけている安全ベルトですね、これの長さの問題で随分、沸騰しまして、40分ほどで一応話し合いがついたんですが、その時にはトランクスの上からノーファールカップが出たら速やかにレフリーがそれを注意するということですが、いやそうじゃなくて、はい、ノーファールカップがあの、ベルトラインの上に行ったらですね、それは反則ですけどね、はい、これは今の状態どうですか。またさっきとは違ってさほどあるですね、 あれさほどではないですか、ですそうですか、はい、佐藤さん、挑戦者コーナーです。佐藤さん、はい、挑戦者コーナーもう口をすっぱくして小さく行けということを言ってます。え、小さく行けという手数を出すということを言っておりますね、はいはい、この辺りのラウンドは小林さん、はい、今セラノはちょっと流し気味なんでしょうかね。いやそうじゃなくてショートパンチですね、はい、あのインサイこれですね、はい、これ意外と入ってるんですよね。細かいですけども入ってますからね、はい、気をつけた方がいいですね。これ試合は第9ラウンド。放送席佐藤さん、はい、チャンピオンの傷ですけれどもね、目尻というよりもちょっと眉尻という感じなんでね、それほど心配はないということを言ってますね。はい、今のセラノの右はブロックしています。風間この辺で力強いブローが欲しいところ。もうちょっと風間にもあのパンチのキレが欲しいですね。そうですね、はい、ただあまりにもつきすぎちゃうんですね。そのために逆にあのアッパーを振ったりインサイドから振ってますからね、はい、チャンピオンの方がスウェーバックしながら、とにかくバックしながら自分の距離を保ちます。風間追い上げようというところですが、しかし狙いすましたようにアッパーを顔面に突き上げています。チャンピオン注意しなければいけません。風間左アッパーが顔面を捉えました。ここでゴングです。第9ラウンドが終了しました。このラウンドも小林さんの採点10対9、セラノがリードしております。先ほどのコーナーでのセラノのミニアッパーカットをご覧いただきます。これですね、目立ちませんが効いてますよね、はい、さて試合はこれから10回目に入ります。青のコーナー挑戦者の風間、やはりレフリーがちょっとトランクスを上に心持ち上げました。放送席の佐藤さん、はい、このラウンドが始まる前にエディさんがですね、レフリーにあのノーファールカップが高いということでね、はい、主張しまして、そうですか、下げるように言いました。そうですか。竹山の左ボディ入った、痛い痛い、風間しかし
ブロックされています。このまま攻勢に行けるか。セラノの方は時折アッパーを打ちます。セラノの左アッパー風間セラノの左効いてますか。左フックはいいですね。セラノのね風間君惜しいんですよね。あそこでですね、はい、あのところでねこれね疲れちゃいますからね、はい、あれやっぱり振りほどいて打ってほしいですね。そうですね。また左にスイッチした風間今度は右スイッチいや左で相手を追いかけます。前進するんですがねなんかピシッとしたキレが欲しいですね。石井さん。そうですね。セラノはインサイドから的確に打ちますからねパンチを、はいはい、あ左のアッパー2つ効いています。なんで右です。3つ受けました。今の左はどうですか風間。まだちょっとあれですね浅かったですね。しかし風間にも軽快な足があるんですが今日の試合はここまでだとどうも出る一方の足になってますね。そうですね。どうしてもセラノがフットワーク使ってですね、はい、後ろ下がりますから、はい、試合は第10ラウンドに入っております。左セラノの左です。場内からホールドという声が飛んでいます。いやパイスネームのセラのアッパーが決まります。このラウンドも有効打はアッパーカット。第10ラウンドも残り時間がほとんどありません。カウンター気味の左アッパーを決めたことで10ラウンド終了。このラウンド10対9またしてもセラノが取っております。エディさんの話にうなずいております風間選手ですが、石井さんの採点はどうなってますかね。そうですね。風間君よく前に出てるんですけれどクリーンヒットの点でセラノが3ポイントぐらいリードしておりますね。3ポイント小林さんで4ポイントですか、はい、そうですね。4つほどですかね。あ3つですかね。3ポイントですか。同じですね、はい、すいません。残りは11、12、13、14、15の5ラウンドになってまいります。放送席の採点ではチャンピオン3ポイントほどリード。この辺りで頑張らなければいけません。挑戦者の風間十二分にトレーニングを積みまた調子もいいということを言っていた風間です。あっと引くからのワントゥーという攻撃。チャンピオン相手をしかしよく見てますね。このチャンピオンもねよく見て引いて前に出て非常に速いパンチを上下左右から打ってまいります。風間君もですねやはりコーナーを詰めて上下の打ち分けですよね。そうですね。なんか顎が弱そうですしねまたボディが弱いと思ってね、はい、そこばかりしちゃいけないですよね、はい、やはり上下の打ち分けでもってガードを下げといてそして上を攻めたり下を攻めたりしなきゃいけないですよね、はい、頭から顎と風間も当たっていますがすぐチャンピオンが返します。しかしこのところで一つまた風間もパンチを送りましたので場内は空いております。まあ、アッパーは本当に怖いですね。怖いですね。放送席の佐藤さん、はい、挑戦者コーナーですがリングサイドではこの試合の勝者に挑戦が予定されている世界第1位の上原選手が観戦しているんですが、上原選手の見方ではですね、風間選手にどうも倒そうとする力みが見られると、はあ、もう少し小さくいくべきだと、はい、いうことを言ってますね。なるほど。それからAD さんはですね、風間に、サウスポースタイルになるということは言っていないそうなんですね。風間が好きでやってるということです、はあ、そうですか。まあこの辺りね、ベストと思ってやってるんでしょうが、あっと右、いいですね。強烈な右をニュートラルコーナーで受けました風間。しかしまだまだ前には出ていっております。
か、風間もあのワンツー綺麗なのあるんですから、切れるそのストレートジャブをちょっと見せてほしいですね。あ、そうですね。あっという間、ちょっと危なかったですね。佐藤さん、はい、エディ・タウンゼントさんはね、盛んに右になれ右になれと言ってるんです。ずっとサウスポーで右を打たれてますね。はい、ですからもう今じゃもう遅いかもしれないけども、とにかく右にあの直せということを言ってます。そうですか。また次にはアッパーを送ります。まあ、とにかく離れ際でも突き際でも必ずブロックが左右、左強烈、その後のフォローの左は空振りでした。右のストレート。佐藤さん、はい、チャンピオンコーナーはね、今パンチがまとめて入ったんでね、はい、行けというサインを出しましたね。ピンチに立ちました風間。ここでゴングです。11ラウンドは10対9、やはりサラノです。小林さんの採点です。関西地方では10試合目の世界選手権、チャンピオンが生まれますともちろん始めたという、そういう夢を乗せた今日のバトルホーク風間です。まだまだ KO パンチがありますので、残されたラウンドに期待がかかりますが、これから12ラウンド、ここまではしかし4ポイントほどリードされております。しかしあれですね、はい、KO で焦ってはいけませんしね。そうですね。それとですね、風間君ね、はい、先今みたいですね、ストレートがしっとも出てないんですよね。はい、やはりあの強烈なのはストレートですからね、こういったものをもっと出してほしいですよね。そうですね。接近すると結局あのセラノのアッパーとかフック、それ今の左ですね、ストレート打った場合当たるんですよね。はい、アッパーからワンツーです。チャンピオン12ラウンド、チャンピオンの風間が前へは進んでいきます。しかしこのところ同じようなパターンになっています。一発を狙っているの風間、右フック相打ちダメ。しかしその後すぐチャンピオンはアッパーを返して、今度は大きいスイング気味のアッパー。しかし風間はこのアッパーを試合前は打ってくることを歓迎するということを言っておりました。この時にですね、振りが大きいんですからね、はい、一緒にショートストレートですね、飛び込んでショートストレートですね、はい、こういうのが打てるといいんですけどもね、風間が中に入ってからそのボディばかりその気にしてるんですね、ボディを打ってその服を当てようというのはね。ワントゥーで相手を寄せつけません。チャンピオン今度は左のアッパー、必ずあのグローが3つから4つチャンピオンは続けてきますね。そうですね。左、これはブロック、ブロックしたですね。まともに入っていますと大変なことですが、これはブロックしております。あ、大打ち、風間の右フック、接近戦から有効打はアッパーというサラノ。どうしても風間ペースに入ることができません。中盤以降リードパンチが少ない風間、12ラウンドも2分を経過しています。やはり離れ際のあの左なんか怖いですね。さすが防衛9度というチャンピオン、無駄な攻撃はしません。挑戦者ちょっと効いてますよ、はい、そうですか、はい、右フックとアッパー顔面に受けました。そして今度は直線的ストレート、風間の顔面も腫れ上がってきました。頑張ってもらいたい風間、またサースポースタイル。セラノが空振りしたところで12ラウンド終了は10対9、このラウンドもセラノです。さてこれからリングは第13ラウンドに入ってまいります。まあ、あの風間選手にとっては初めての13ラウンド、はい、そうですね、はい、もう今までも10回以降の試合っていうのはね、初めてですからね、そういった意味ではスタミナの点ですね。ちょっとこの12ラウンドね、ちょっと疲れが出てきてますね、風間君。相手のコーナーまで
一気に前進していきました。風間です。今度は右に構えます。オーソドックスタイル、まあ、本来これで綺麗なボクシングのできる人ですからね。そうですね。あ、放送席の佐藤さん、はい、このラウンドの前にね、右に直せということをね、はい、エディさんがもう強行に言いました。今のグロー効いてますか？効いてますね。効いてますね。効いてます。風間ちょっとグラッときました。効いてます。アッパー、アッパーだった。風間ピンチ。風間ピンチ。ダウンですね。ダウンを取られます。あ、ストップですか？あ、ストップ、ストップを取りましたね。はい。セラの防衛成功です。セラのここで。13ラウンドナックアウト勝ち。そうですね、もう12回ぐらいから引いとったんですからね。あ、そうですか。やはり小林さんおっしゃってましたがね、はい、全力を出し切ってこのリングに向かいました挑戦者のバトルホーク風間ですが、13ラウンド結局レフリーストップとなりましてナックアウト。正式掲示は13ラウンド45秒、セラの選手のナックアウト勝ちでこれで10度目の防衛に成功し、ただいまより本日のメインイベント WBC 世界ジュニアバンタム級タイトルマッチ12回戦を行います。赤コーナー、世界ジュニアバンタム級チャンピオン115パウンド大阪帝拳所属渡辺二郎。デビューして6年、今日が25戦目です。日本でただ一つの世界タイトルを守り抜くことができるでしょうか。挑戦者、世界ジュニアバンタム級6位115パウンドドミニカプリオソトソラド。チャンピオン渡辺の倍近い45戦のキャリアを誇る挑戦者です。ジャッジラリーナダヤン。ジャッジはラリーナダヤンさん、フィリピン2度目の来日です。ヴィンス・デルガド、アメリカ初来日です。デビッド・ジョン・ジェフリー。そしてデビッド・ギルホーリー、香港から初来日です。レフェリーがベイビー・パールさん、アメリカのラスベガスからやってまいりました。4度目の来日、これが35回目のレフェリングになりますが、これまでに印象的な試合といいますとアリ対スピンクス、それからレナード対ハーンズの統一戦のレフェリーも務めているベテランレフェリーであります。